だ。どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように、再生リストまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい。今回なんですけども、ちらっと見えてるかもしれないんですけども、ゲーミングキーボードをご紹介しようかなと思っております。はい。今回紹介するのは、こちらです。こちらのですね、白色に銀色のこのね、メタルなアルミ板が輝いているですね、コルセアの K60 Pro TKL というやつのですね、ホワイトモデルをご紹介しようかなと思います。はい。で、こちらなんですけど、結構ね、届いてから使ってみてるんですけど、使いやすくて、ゲームにもいいし、なおかつですね、ちょっとタイピング早くしたいなとか、そういうふうに思われてる方いらっしゃったらですね、うってつけの製品になっております。はい。これ自体は、今年の2月に発売されたモデルになってるんですけども、K60 のプロの TKL 自体はですね、この白が出る前に、去年の10月あたりだったかな、確か黒がね、発売されていて、2月にですね、この白色の新色モデルが出たというような形です。はい。で、僕自身ね、この白のキーボード自体はですね、初めて持つんですけど、なんかやっぱいいですよね。ちょっと机の上が、こうなんか爽やかになるというか、こう、黒とは違ってね、こう重みのない感じのデザイン。これは結構僕的にね、これデスクに映えるんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、このモデルはですね、キー入力の、素早さをですね、主に重視したモデルになっていて、K65 の RGB のモデルのですね、後継機種としてですね、こちらは作られたモデルになっております。で、この本機にね、搭載されたですね、光学メカニカルキースイッチであるですね、これ、コルセアのオリジナルキースイッチなんだけど、これね、コルセア OPX ってやつがあるんだけども、それに関してはですね、キーストロークを 3.2 ミリにして、アクチュエーションポイントっていうですね、ゲーミングキーボードを選ぶ上で重要なポイントの一つなんですけど、それも1ミリっていう形になっているので、かなりですね、こう反応速度が速いモデルになっております。で、一般的なメカニカルキースイッチとはまた違ってですね、今回のこちらのモデルに関しては、デバウンスチェーンっていうところもですね、基本的に取り除かれているモデルになっていますので、ボーリングレート 8000Hz になっているっていうところからですね、もうこれ使えば、むしろ APEX だったりとか、そういったものもですね、やはりチート級になるぐらいですね、最高の数値を叩き出せる製品になっているんですよ。はい。で、僕自身も普段仕事をするときとか、まあ、そうですね、台本書くときとかはですね、また別のキーボードでこう使い分けてるんですけど、コルセアのキーボードはやっぱりね、ゲームする上では必要不可欠と言っても過言ではないぐらいですね、使いやすいモデルになっていますので、ぜひですね、APEX よくやられる方とか、そういった方にはですね、今回おすすめですので、購入してみてはいかがでしょうか。はい。で、こちら最大 0.125mm のですね、キースキャンが可能になっているモデルになっていますので、非常に魅力的ですので、今回余すことなくいろいろとご紹介しようと思っていますので、ぜひ最後までこちらですね、聞いていただいてですね、ぜひね、買いたいなと思ったら僕の概要欄から購入していただければと思います。はい。早速ですね、この K60 の外観とか、スペック、そういったところを見ていきましょう。レッツゴー！はい、お待たせいたしました。もうちょっと広めに撮ろうかな。こんな感じ。はい、こちらが K60 Pro のですね、ホワイトモデルになっております。はい、黒モデルはこんな形になっていて、結構黒一色に染まっていて、キーボードらしさも結構詰まっていてかっこいいんですけど、今回の K60 のこのホワイトモデルに関してはですね、白にですね、金色のですね、このボディカラーっていうところでですね、非常になんかこう爽やかな感じの近未来感のあるこちらデザインになっております。はい。で、コルセアのケーブル、こういった形でですね、コルセアのキーボードこちら有線なんですけど、取り外しが可能の、タイプ C のケーブルがついておりまして、まあ、これによって持ち運びもすごいしやすい形になっていますし、なおかつね、今回白モデルは、まあ白にグレーっていうところなので、それに合わせてケーブルも白グレーに合わせていただいているっていうところから、非常にデザイン性っていうところも魅力的かなと思います。ボディ面に関してはアルミ板を使っているので、少しひんやりとした感触になって
ていて、少し重たさは感じるものも、それがまた一ついいところで、安っぽく見えないというところからですね、非常に高級感のある、ラインになっております。はい。で、早速ですね、こちらのスペック及び仕様とかそういったところをご紹介させていただきましょう。はい。まず最初にスペックなんですけど、こんな感じになっております。はい。キー配列としては、こちら日本語配列の91キーという形になっております。で、フォレスターさんの、中でですね、TKL ってやつはですね、テンキーレスっていう形のモデルになっているので、テンキーいらないよっていう人はこちらのモデル TKL という風に書かれたようなモデルをですね、選んでいただくのをお勧めします。で、キースイッチに関しては、先ほども言ったように、コルセアの独自のスイッチになっていて、で、コルセア OPX というキースイッチを採用しております。はい。で、キーストロークは 3.2 ミリになっていまして、スイッチ特性としては、こちら、リニアを採用しております。で、サイズとしては 359×136×36mm になっていまして、ボーリングレート 8000Hz。で、ソフトウェアとして、こちら、コルセアの専用ソフトなんですけど、それに対応しているので、それを使うことによって、カラーの変更だったりとか、そういったところもですね、柔軟に対応ができるモデルになっております。で、レイアウトとしては、先ほど読み、で、キーストストロークとしては、寿命として、これすっげえ驚きなのが、光学式だからこそ実現したですね、1億5000万回、これキーストロークの寿命としてありまして、通常のやつってだいたい1億ぐらい前後ぐらいなんですよね。なので、それに比べると結構長いモデルになっているので、長く愛用していただくことができるかなと思います。はい。で、アクチュエーションポイントとしては 1.0 ミリ。で、この押した時の、オーカーツってものがあるんだけど、このオーカーツに関しては 45g という形になっています。で、本体重量もですね、先ほど言ったようにアルミ板を使っているからこそ少し重たさを感じる形になっていて、0.96kg になっている形になっています。で、接続方式としては USB-A2C で繋いでいただく。で、オンボードメモリーも搭載している形のモデルです。はい。じゃあ、早速キースイッチの方から見ていきましょう。はい。キースイッチとしてはですね、ちょっと一回キーボード外させていただこうかなと思うんですけど、はい。ここ見ていただきたいんですが、こんな感じになっております。はい。こういう感じのグレーのキースイッチをすべて搭載しておりまして、キーキャップに関してはね、樹脂製で、で、インチではなくて、この二重構造になったやつになっているので、長くね、使っていただいても、この上の文字とかがですね、擦れたりそういったものがしないモデルになっております。はい。で、この K60 に搭載されている TKL の OPX シリーズのですね、この独自のスイッチなんですけども、主なスペックとしてはこんな感じになっていて、結構ね、この押した時の荷重もですね、比較的、しっくりくる 45g っていうところに設定されているところだけじゃなくて、作動点としてもですね、今までのチェリー MX シルバーとかそういったものは 1.2 ミリとかだったんですけど、0.2 ミリですね、短縮されているっていうところからですね、よりゲーマー向けに調整されたスイッチではないかなと思います。はい。で、このコルセアの OPX シリーズ、先ほども言ったように光学式っていう風に言ったと思うんだけど、どういうシステムかっていうと、こんな形になっていて、まあ、いわゆるですね、光で検知するものになっています。で、チャタリングが発生しないことを大きな特徴としていまして、本来、チャタリングを防止するために、数 ms 設けられるデバウンスの遅延っていうものも不要になってくるので、一般的なメカニカルキースイッチより高速で応答することも利点の一つになっています。で、これに加えて、この K60 のプロ TKL OPX っていうのは、ボーリングレートの 8000Hz に対応していて、一般的なもので言うとですね、これ1000ミリ、1000ヘルツで1秒、1ミリ秒ごとに行われるキーのスキャンっていうものが、8000ヘルツでは 0.125 秒動の頻度で行われるので、ね、よりキーを謳歌した時のですね、入力判定が早くなるっていうところからですね、これは素早いキー入力が求められるゲームに結構有効に働くモデルになっています。また、この接点の、このね、摩耗が結構少ないモデルになっているので、キーストロークが1億5000万回と一般的なメカニカルキースイッチよりも高い耐久性を、これね、持っていますので、結構ね、ゲームのするときによくある FPS とかであると、よく使うキーとかこれぐらいね、連打するんですよね。なんですけど、それにもね、結構対応してるっていうところから、これは結構いいんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、早速ちょっと打鍵をした時のですね、音とかそういったところを聞いていただきたいなと思うんですけども、はい。こちら K60 Pro で、ただいま、こちらキーボードをタイピングしております。
どうでしたか？結構ね、スコスコとした感じの気持ちいい音がされていたかなというふうに思います。はい。で、この、今回ご紹介しているですね、K60 Pro というモデルなんですけど、今ね、ざっくりとこう押していった感じとしてもですね、豪華重 45g っていう形になっているので、軽いタッチでキーが結構降りていくモデルになってるんですよね。なので、こう、擦れ感がやや強く、押し込む角度によっては、フィーリングが結構発生しやすい感じのモデルかなっていうふうに思いました。で、結構かなり角度をつけてですね、斜めにこう押し込むと強いこう擦れ感と詰まりが発生し、キーの折りがちょっと若干鈍くなるんですよね。なので、ゲーム操作での指のこう運び方が結構綺麗なら問題はないんですけども、で、まあ、ちょっとね、指の運びがあんまりこう綺麗じゃない人とかそういった方にはですね、押し込んだ際に詰まってしまう場面が何度かこう感じられるので、ちょっとそこがね、今回のこのモデルのですね、ちょっと、残念というか気になるポイントになっております。で、打鍵音は聞いていただいた通り結構大きめでカチャカチャと軽めの音が鳴るので、底打ちした際は特に音が大きい感じになっていて、スタビライザーが取り付けられたキーは結構このシフトとか、このエンターとかね、そういったところはですね、他のものと比べて響きがあまりしないモデルになっております。はい。で、スタビライザーはどんな感じでなってるかっていうと、エンター部分のスタビライザーはですね、こんな感じの、まあ、画像のような形になっていまして、まあ、サイドにですね、びっしりと、ついている形になっております。はい。キーを強く叩いても、こう、反響音がですね、やはりこう、ならない形のモデルになっているので、このスタビライザーが取り付けられたシフトとかスペースなどの大型キーは、押し心地が結構安定していて、こう、キーがね、揺れたり、詰まることっていうのは特にないかなっていうふうに思います。はい。次は実際にですね、こちらを使って、エペックスをやってみようかなと思います。エペックスやっていきましょう。はい、どうでしたか？実際に、まあ、これを使って APEX をやってみた感じとしては、まあ、この OPX スイッチを使ったタイピングっていうところでですね、結構速い反応速度を出していたなっていうふうに思うので、やりにくさっていうのは特になかったです。はい。で、まあ、銀軸とか、それこそチェリー MX レッドの赤い軸などの代表的なリニアスイッチを搭載したキーボードと比較して、まあ、キーの応答速度がわずかにちょっと速く感じられたかなっていう程度なので、まあ、劇的にこう体感できるかっていうと、まあ、そうですね。めちゃめちゃ気にされてる方以外だと、ちょっと微妙なところはあるかもしれないです。で、このスイッチなんだけど、タッチが軽くて結構スムーズで、タイピングの反応としてはめちゃめちゃ早かったなっていう風に感じするので、APEX とか、ああいったゲームをされる人はですね、まあ、結構使いやすいんじゃないかなという風には思います。はい。で、タイピングの音も結構心地よくて、この WASD ってよく使うんですけど、ここに関してもですね、まあ、長時間の入力していたんですけど、全然疲れる形もなかったので、そこも結構いいかなと感じました。はい。で、これ自体はですね、今、はい。で、これ自体なんですけど、K60 Pro TKL OPX はですね、コルセア製デバイスの総合ソフトウェアである、コルセア IQ というものに対応していまして、それをですね、使うことによって、この盤面のところの光らせ方だったりとか、割り当てスイッチとか、そういったところもですね、全部変えることができるモデルになっております。はい。今、このように、見ていただいてわかるように、光っているのは黄色なんですよ。ちょっとこのサイドのライト消してみようか。光り方としても結構こんな感じで、鮮やかな形になっていまして、はい。結構個人的にはですね、ライトの強さ的にはかなり強いモデルかなと思っています。はい。で、これ、キーボードの照明効果としても、いろんなものに位置を変えることができまして、例えば、レインボーウェーブに変えると、ゲーミングキーボードにありそうな、こういったものとか、あとはですね、スパイラルレインっていうやつを押すと、まあ、雨が降ってくるような感じのモデル。あとは、これね、カラーウェーブとかにすると、波打った感じで、こういう感じでね、ライトが、移動するものとか、カラーパルスに関しては、まあ、こういう感じになっていて、消えたりついたりっていうのを繰り返す
モデルになっています。はい、その他できることとしてですね、このキー割り当てとかそういったものを使うことによってですね、自分の使いやすいようにですね、こうカスタマイズすることで独自のキーボード配列を組んだりとかもできるし、デバイス設定のところからボーリングレートとかそういったところもですね、変更することが可能なので、実際ね、ボーリングレート8000がちょっと苦手だなって思ったら、今8000よりも下の4000、2000、1000とかに変えていただくことも可能になっています。はい、それじゃあ最後こちらですね、コルセアの K60 Pro TKL のホワイトモデル、モデル最後まとめの方に行きたいと思います。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらに置いてありますコルセアの K60 TKL Pro というものをご紹介させていただきました。はい、結構ね可愛かったかなっていう風に思います。はい、最近だと白ベースに、まあこう部屋を改装しくしているですね、ゲーミング女子とかも結構増えていますので、そういった人にはかなりねこううってつけのモデルなんじゃないかなと思いました。はい、個人的にはですね、僕ブラックのモデルで結構ねこの部屋のデスクとか構成しているのですけども、それでもですねブラックにこのホワイトを入れてあげても結構可愛さとかその斬新さっていうのがですね際立っていたので、まあ、個人的にはデザイン性とともにですねめちゃめちゃ気に入っております。はい、でやっぱりですね、ちょっと触ってみた感じとして、この K60 Pro のですね、TKL OPX はですね、キーレスポンスの速さがめちゃめちゃね、速かったかなっていう風に感じていて、人間が、ま、こう体感しづらいわずかな遅延とかそういったものもですね、極限までこう減らしていったなっていう風に感じたモデルになっているので、結構遅延問題とかでゲーム、今詰まってる人はですね、買い替えたらもうかなり恩恵受けるかなと思います。はい、でデバース遅延自体はですね、まあ、正直エーペックスした感じで、普段もですね僕これの、まあ上位モデルの K100 とかそういったものを使ってるんですけど、それを使っていってこれに乗り換えた感じだとですね、まあほんのわずかな感じなんですが遅延が改善されたかなっていう風な感じで、まあ今までね他のブランドメーカーさんとかのキーボードを使っていたり、通常のゲーミングキーボードを使ってなくてエーペックスとかそういうものをやっていた人からしたら、 K60 をまず最初にねこれ1万円台で買えるので、買っていただいたらもうかなりこうゲームをする時の環境とかこうなんか体感っていうのがかなり変わるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で実際このキーボードのですね、まあデバンス遅延および光学メカニカルキースイッチっていうところのですね、高ボーリングレートの組み合わせはですね、まあ通常のキーボードと比べても理論上としては数倍高速になってるんですよね。なのでそれを1万円台で買い揃えることができるっていうことだけでもですね、考えるとかなりお得かなっていう、コスパ重視のかなりモデルかなというふうに思いました。で、まあこれからねこのキーボードを使って様々な用途でですね、まあ僕の動画の中でですね動画を撮ったり動画を作ったりとか、それこそゲームをするときに使ったりとかでいろいろ試していこうかなと思うので、まあ今後もですねこの K60 でですねなんかいろいろとレビューしていこうかなと思いますので、ぜひね、まだまだこの K60 気になってるよっていう人いらっしゃったらですね、こちら、チャンネル登録して次の動画に備えといてくれればなっていうふうに思います。はい、こんな感じで今回の動画は終了させていただきます。コルセアさんの K60 というモデルになっております。はい、ぜひ皆さん購入してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。